水曜日なので、今日は水曜日のウルンクーンということで、12月も。この場所、今お届けできます。画面でかくなってます、皆さん。これええ、すごい湖ですか？ちゃんと。これは日本一でかい湖ですよ。わかります？浜名湖。おめえ！浜名湖一番じゃないよ。琵琶湖ですね。琵琶湖ですよ。鳥人間コンテスト。すごい綺麗。大津です。大津。なんかつけてないですか？つけてますよ。マント。なんですかそれ？これは空腹の天草白マントだからね。これ天草白って熊本じゃなかったですか？そうですよ。これから行きますからね、これ。ああ、そういうことっすね。どうですか？フフファミリーの。いや、フフフファミリーだから。あ、ケーキャンプ。フフ、ウルフ、F のフを全部取ってフフフファミリーだから。すいません、ちょっと。ケーキャンパー、車中泊ライフ。なんかね、あのおっさんがだいぶ苦しんでるけど。ええ。クフとウルフはまあちょっとポカポカ晴れてるんで、快適ですか？ダッシュボードのところでちょっとあの日没されてだいぶねあのご機嫌です。なんか仕事が少なくていいのかなっていう我々。うん、そういう感じ。考えてますよね、確かに。うん。だからちょっとあのおっさんがただ宿泊してるのをねあのお楽しみくださいという。だけど、そればっかじゃいけないから、今日は水曜日なんで、何ですか？エンドザメ。水曜日のウルンクフンです。ウルンクフンですね。うん、で今日は何ですか？まあ今、軽キャンパーのこう車中泊ライブやってるわけじゃないですか。うん。その中で、まあ、ただ進んでもやっぱ面白くないので、うん。今、琵琶湖にいらっしゃるということで、うん。まあ、これから行く場所をちょっと選定していこうと。うん。いうコーナーになってます。何かゲットできるの？それ。なんかやると。これをできないとむしろ何もゲットできないです。おえぇ！ガツガツになって、ガソリンなくなって、皆さんで押してもらう感じになっちゃいます。あ、軽キャンパーライフという、こう、車を押して運んでいくという。うん、あれあれのやつです。ガソリンすら入れられている。この俺の体でサバイバル、うん、サバイバルしちゃいましょうみたいな。うん、サバイバルダンス。じゃあちょっとその企画を考えたみたいだから、その今度はちょっと N 沢のホワイトボード画面をねでかくやることができるから。これ、これなんかスピーカーモードっていうか なんかでかくできないですかね。画面固定とか。ああ、これでもカメラ、あ、そうだ。どうしてんだっけ。ちょっとね、こっち側ね、自分をちっちゃくして N 沢のね、ホワイトボードが映るようにしたんですけど、お届けしてるときはね、ちょっとね、お届けの仕方があるかもしれないから、ね、あ、こうどうだ。僕だけ映るような形になってもいいんですよね、僕の画面で。あ、そう。それがいい、それがいい。こういう感じです。もうだいぶクフが映ったんじゃないかな。ということで、うん。まずは、まあちょっとこれ、順不動なんですけど、場所は、とまず。うん。一番目は山口。山口。安倍元総理の。春のパン祭り。山崎です。おえぇ、ー、突っ込まれないかと思った、今。この元の隅神社って読んだんですかね、ちょっとわかんないんですけど。うん。と、この角島大橋っていうのは、もう、パワースポットなんで。パワーパワースポット。うん。まあ、パワースポット測定器といえば、生きるクッフクッフですけどね。そうなんです。だからそれもちょっと、なんか鳥居が100、1000本ぐらいあるんで。うん。1本抜いて帰ってきてください。
もうそれはヒットエンドランだわそれ。今わかりました。らしいですね。今わかりました。鳥みゆき。なるほど。そうですよ、鳥みゆきですよ。早いっすね。てか早い。まあそんな感じです。うん。で二つ目は、うん、鹿児島。鹿児島。本島最南端で初日の出。うん、ご来光を佐多岬というところでやってもらいます。佐多岬、ただこれ激寒いと思うんで気をつけてください。激寒い、もしかしたらもう何もないんで、我々はこの怪我があるから余裕だから。でその3、うん、日本一安いガソリンスタンド探し。おえ、難しいなそれ。ちなみに今までガソリン経由してどこが一番安かったんですか？なんか120円前半のところがあった気がする。うん、今の市場価格で言うとね。110円台はない。ああ、じゃあ110円台来たら暑いですね。110円台来たらもうこれだわ。こういう感じになっちゃう。画面小さいんでちょっと分かりづらいです、僕は。もう。次、4つ目。日本の名城制覇です。日本の名城。ああ、お城をお届けといえばクッフクですからね、これ。名城の3県って言ったらどこですか？何やって？名城3つ挙げるとしたらどこですか？もう絶対姫路城だ。もう絶対姫路城、今のところ。熊本城もありますよ。熊本城まだ行けてないんで、まだちょっと比較ができるんですけど、今のところ工夫のもう一番は姫路城大好きっ子クラブに入ってくる。姫路城大好きっ子クラブ入ってくる。会員なんですね。うん、会員です。はい、会員です。次まして兵庫県。うん、日本の有名な雲海を。雲海なんて言っていいんかい、それ。いいおえー、でも、雲海の宴会。空腹は、そのマントを着てないと、多分あの色的に混ざっちゃいますね。うん。それもそれで面白いかもしれないですけど。混ざってます。雲の上に浮いてるみたいな。カメレオン空腹。どこ6個目は大分県秘境温泉ツアーと、うん、唐揚げ提案旅です。中津唐揚げ。中津唐揚げ。中津はスタンプラリーみたいなやってるんですよ、唐揚げの。唐揚げスタンプラリー。唐揚げ爆食いツアーです。爆食い。もうここで唐揚げ食べたらもう3年ぐらい唐揚げいらねえやぐらいな感覚になります。あー、もうそれはね、唐揚げという名前使ってる王将がいますから、うん、ちょっとあいつに交渉してきますね。ちょっとその間、はい、ウルフが来るみたいなんで、ちょっと交渉してくるの待ってね。おいおいおい、私の出番ですか。久しぶりですね。私の出番ですよね、うん、なんか最近筋肉マンのお話しかしてないんで、あの他のことよくわかんないんですけど、いいんですか私ね。逆から入ってきたんですね。逆から入ってきてる感じですか、ね、うん、まあ逆から入ってくる感じで。あ、でもまあもう一個ありますよ、企画。うん、何ですか。あ、もう一個、もう一個あるのか。長崎の雲仙。あ、雲仙普賢岳。で、噴火を体験してください。雲仙地獄。あるじゃないですか、桜島、うん、阿蘇山、うん、雲仙普賢岳、うん、もうどの火山のパワーが強いかみたいな。ああ、火山パワーね。ええ。まあ、火山パワー VS 火事場のクソ力 VS 豪華のクソ力という。お話になります。それは
なんで数字からですか。火山の超人ってことですかね。ああ。なんでしたっけ。うん、マグママンみたいのはいたんですけど、金消しには。本編には出なかったという。あ、すみません、筋肉マンの話になっちゃいました。あとは、うん、書いてないです。宮崎の高千穂。高千穂か。本当に。あ、うん、あとあれです。うん、激うまソフトクリーム、たかし。なんかこの前大観望に行った時になんか N 沢がすげえうまいソフトクリームがあるとか言ってたんだけど時間がなくて行けなかったあれですよね。それはね多少ウルフは覚えてますよ。宇宙ってところです。うん、なるほど。優しく住むってところです。日本の中にある魔界沼を探すっていう企画は何ですか。いいです。それいいじゃないですか。魔界沼を探すっていう、で私がちょっと入ってみて、あわーうわー、ウルフ君そこの枝を掴むんだ、バキ、あーもうダメーみたいになるっていうのはどうですか。それリート君じゃないですか。ちょっとねこのネタをウルフ服の48のウルフ服ギャグの一つに入れたいかなって。いや違うな、52のサブウルフギャグみたいな。あいつが48ならこっちは52の関節技の方で攻めようかなって思ってます。普通に性は両方とも数少ないじゃないですか。あのねカメハメ100殺法っていうのがあるんだよね。でカメハメは死ぬ前に教えたのは48の殺人技で52のサブミッション教えてなかったんですよ。まあちょっとその話は長くなるからまた筋肉の時に話しましょう。でも企画結構出ましたよ。10個、ちょっと多く出ました。すごい出てるの。ちょっとなんか今バーベキュー味をくれるって言ってる人がいるからちょっと羊と変わるから。なんか戻ってきました、私。結構の企画は九州。なんかあいつどっか行っちゃったんだよ、私がね。10個の地方。企画はいっぱい出てるけども、やっぱ視聴者参加型で私は行きたいわけですよ、工夫としては。なので、この企画に勝てるですよ。我こそはこの企画の方がいけますという方は、グッドマークじゃなくて、コメントもいただきたい、今回。だからこういうことですよ。いや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 、お前たちの企画甘いぞということですよ。いやいや、そんなんじゃぬるいでしょと。このくらいやってもらわないと困りますよ、皆さん、みたいな。フリーザみたいな。あれ？そういう方は、ぜひコメント書いてくれて、採用された方には、フッフッフファミリー特製の、何かを差し上げようかなって。フファミリー特製の何かを差し上げようかなっていう。あのね、タモリクラブ見てます、Nさんは。タモリクラブ昔見てましたね、そっかね。タモリクラブはあれですよ、手ぬぐいもらえたり T シャツもらえたりするの知ってます？空耳アワーで。知ってる？だそういう、なんか、こう、ノベルティグッズみたいな。いいですね。うん。の今ね、ちょっと開発中なんでね、フッフッフファミリーは。密かに。密かに作成中だから、それ。じゃあ、ぜひコメントをいただきたいですね。あとね、もうすでにアベンジャーズスクール T シャツってのあるんだよね、我々のノベルティグッズとして。寒いんで最近着てないですけど。うん、だあれもあるかもしれないから。あとは、クフフが手摘みした草みたいな。羊さんがご機嫌になる、
工夫が厳選に厳選を重ねて積んできてくれた草みたいな。あれですね、それ食われるやつですよ、宮崎とか、うんうん、ちょっと気をつけないとね。私も油断すると、あ、こんなとこ羊が放牧されてるって捕まっちゃうからね。気をつけないと。ではそんな感じなんで、リクエストじゃないや、企画募集中です。よろしくお願いします。では今日も西へズームイン。